はい、こんにちは、そっかちのくです。2020年はね、令和2年明けまして、こんな1年に、ね、なるなんて誰が予想できたでしょうか。去年のクリスマスはきっとですね、かなり盛り上がって、来年がどんな1年になるか皆さんでね、楽しみにしてたと思うんですよ。で、お正月過ぎて、さあこれから年が明けた、どんな令和2年になるのかなってワクワクしていた方もいるかもしれません。まあその時にもね、消費税が10%になってちょっと暗いイメージはありましたけどもね、今年はオリンピックもあるし、なんやらかんやらみたいな感じで夢と希望に燃えた方もいたでしょう。でも2月に例のクルーズ船はじめ感染症が日本にも入ってきてね、それからというものね、市民と国民と、それから国政府の対立っていうのがものすごく色濃くなりましたね。まあ、中には国民同士でものすごく対立している場面もありましたけども、なんかね、仕事を追われて、職を追われ、店は閉まり、すごく苦しいっていうかね、息苦しい、そんな1年だったと思うんですよ。12月に入って振り返ると、3密だったりね、なんかなんとかかんとかだったりね、お願いばっかりされるけども、保証はないし、給付金は出ないし、もう本当に暗い暗い1年になっちゃったのかなと。自殺者もだいぶ増えたみたいでね、困ったもんですよね。倒産件数も増えてとか、あんまりいいことがないんですけども、でもこんな状況の中でもね、しっかりと稼いでらっしゃる方がいるんですよ。今日はね、この人が稼いでるなーっていうのを5名ピックアップしたんで、皆さんと一緒にね、もう怒りを燃やしていきましょう。それでは画面を切り替えてください。はい、まずね、1人目なんですけども、この方を知らない方もいないでしょう。そう、小池百合子、東京都知事ですね。この方のお給料は毎月200万から300万っていうふうに噂で聞くんですけども、まあそんなもんじゃないですかね。年収が3000万くらいですか。で、この前都知事選がありましたけども、あの時に再選されたわけなんですが、再選されたのに退職金3500万はスポッと入ってるということなんですよ。まあその間、都民には営業のね、自粛というか停止を命じておいたり、夜の街を集中攻撃して、歌舞伎町をね、めったくそにして、で、都債も発行せずにね、山本太郎さんが都債発行したら都民は豊かになるんだ、助かるんだって言いますけど、そんなことせずに、エッセンシャルワーカーの方とかね、医療関係、介護関係の方、運送の方、もうほったらかしということで、もう都民のね、支持累々の上に成り立ってるわけなんですけども、さあ、東京都民、自殺者も急増したという話が入っています。そして医療業界にもかなりの不安があってね、保証もないし、かなり疲弊しているということでございます。まあこの都知事だけは1人でがっぽり儲かったんで、よかったんじゃないかなというところですね。はい、次はですね、もう一つの都、そうです、大阪です。大阪の吉村都知事と呼びましょうか。吉村都知事 ね、この方も給料200万前後だったんじゃないですかね。まあそれはしょうがないです、もういいでしょう、今に分かったことじゃないですからね。まあでも問題は、この夏に吉村都知事はね、なんとね、100億円も使ってるんですよ、無駄遣い。何に使ったかっていうと、都構想、大阪都構想という、全然都構想でも何でもなくって、名前は都構想だけど、大阪市をね、なんと廃止して行政区にしましょうというね、なんか格下げを一生懸命やろうとしてるんですよね。財源を、大阪の財源を引っぺがして大阪府に付け替えて、大阪をね、ものすごくね、貧乏にするために一生懸命頑張ったんですけども、で、100億円は使い切ったんだけども、まあそれが終わって、結局ね、現状維持ということになりました。まあ無駄投票だったわけなんですよ、住民投票ね。で、しかも以前これ答え出てますからね、だから2度やるのはどうかなと思いますけども、どっちにしても、まあ大阪市民は冷静だったかなと、今のまんまでいいんだということで、現状維持になったわけですよね。これ良かったと思います。ただね、現状維持じゃなかったんですよ。こんなね、住民投票してる間に100億円も使って、で、新型コロナはどんどん流行ってるわけでしょ。で、このお金があるのに自分の投票のことに使い切っちゃったもんだから、まあ、医療関係の方に全く予算が回らなくて、人も回らなくて、医療崩壊です。退職がどんどん起きてきて、受け入れる病院も今減ってるそうなんですよ。まあこの吉村都知事に踊らされて、多くの生命がないがしろになったっていうことがね、ありますけども、しょうがないです、これはね。こういうふうな知事を皆さんで選んじゃったんで、東京と同じ運命ですね。はい、次です。儲かった人3人目は、オリンピック森会長ね、ジャパンオリンピックね、コミッショナー森会長ですね。これもともと総理大臣もしてた方なんですよ。で、この方は何で儲かったかっていうと、オリンピック委員長って確かね、毎月200万ぐらい給料が入るんですよ。で、さすがにこの状態でオリンピックできるかなってすごい不安じゃないですか。でもね、オリンピックはやりませんって言わない限り、
毎月毎月給料入るんですよ。で、結構今仕事ないですからね、オリンピックね。まあ多分できないんじゃないかなと思うんですけどね。できないけども、今できないっていうのか、直前でできないのか、できないっていうのか、給料の入り具合が違うんで、まあ今はね、みんなオリンピックのこと忘れてるだろうから、こっそり儲けてやるってことなのかもしれませんね。さすが、森会長でございます。まあでも台湾の方に行ったのはね、すごく目立たないけども、あれはすごく大きな評価を受けるべきだと思いますよ。うん、はい、では4人目ですね。この方です。誰ですかね、これ。まあ、これ誰かわかんない方もいるかもしれませんね。私たちの、まあ、お財布を握っておられる麻生財務大臣でございます。まあ、財務省にはね、本当泣かされっぱなしの私たち日本国民ですけども、心配いりません。麻生財務大臣はうなぎを10万円でパクパク食べてますね。日本人はお金があるって言ってくれてますから、お金があるんでしょう、きっと。みんな貯金があるらしいですからね。人の預金口座は覗かないでほしいんですけどもね。まあ、どちらにしてもね、麻生財務大臣はじめとする財務省ってのは、自分の国の国民には微単一文やらないと。兵糧攻めでございます。まるでね、これ、令和の基金、これ人災なんじゃないかなと言われてますけども、なんかね、知らないけども、お金回り良くないんですよね、私たちね。で、消費税も上がって、税金ばっかりボンボン取られて、で、払った税金のお釣りすら返ってこないというね、どういうことなんでしょうか。これはね、麻生財務大臣が財務省を仕切ってる限りはね、もしくは財務省に麻生財務大臣が仕切られてる限り、私たちに豊かな人生というのは来ないんじゃないかなと思いますね。皆さんで、なんとかしていきましょう。ということで、4人目は、麻生財務大臣でございました。それで最後の一人、誰ですかね。これは、誰でしょうか。この人はね、えげつないですよ。なんとね、もうポイントサイトで3万8000円もこの2ヶ月で稼いでるというね、とんでもないやつですね。まあということでね、最後のオチは私でございました。ポイントサイトでコツコツと3万8000円なんとね、稼げちゃったということで、今はね、電気のポイントサイトのことをちょっとお勧めしてるんですけども、これはね、前に出てきた4人と違って、皆さんでもできることが多いと思うんですよ。まあですんでね、悔しいとかね、妬んでいる気持ちも当然わかりますし、お怒りもごもっともなんですけども、でも怒ったってどうしようもないんで、まあ私たちには私たちにできるね、稼ぎ方を、一歩でも二歩でも進めていこうということで、まあここでね、1万でも2万でも、とりあえずもう自力で給付金をゲットするみたいなことをね、やっていければなと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。意外な5人ね、出てきたと思います。まあ1人ちょっとね、全然格が違う人がいたんで、そいつはもう全然忘れてもらっていいんですけども、まあね、こういうふうなコロナ禍でもがっぽり稼いでらっしゃる方がいるということで、羨ましい限りですね。全員政治家というね、政治家はどんだけね、腹黒いんだということでございますけども、皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。またね、こんなシリーズ、まあもし希望される方はいないと思いますけども、いろんなシリーズでやっていこうかなと思います。まあどうですかね、やんなくていいですよね。じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。